鈴木瑠璃花を知っていますか？14歳で文学界デビュー。150以上のメディアで紹介され、デビュー作は10万部ベストセラー。そして15歳の誕生日に、10月17日、鈴木瑠璃花待望の第2弾、14歳、明日の時間割、発売。少女の心の葛藤と青春は、ああ、昔味わった感覚かもしれない、と、読む人の記憶を呼び覚まします。大人社会をコミカルに描きつつ、生きることへの意味を問う、奇跡の中学生作家、待望の新刊。書き下ろしカバーイラストは、なんと空手家の矢部太郎さん。全世代が笑って泣ける7編の短編小説集。全世代が受けたい授業、始まります。